はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。大きい赤ピピ様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき、誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金にさせていただきたいと思います。コラボ問題の矮小化を目指すですね、維新足立議員なんですけれども、進展がありました。昨日の昼まではですね、こんなこと発言してたんですけれども、補助事業の会計はどこもずさん。知ってんだったら是正しろって話なんですけど、国会議員は誰もこれを問題視していない。監督官庁がないことが何か、2600万って大金か、などなど、税金の使われ方を監視する野党議員に、あるまじき暴言連発してたんですけれども、それでも味方面したいのか、どこまで捜査が進んだか、どんな証拠を握ってるか探りたいのか、資料送って、ひまそらさんに資料送って、依頼したそうであります。まあ、結論から言うと、足立議員は、中中側でした。中中トレインでした。ひまそらさん、こちらです。一部を出して、9月分だけ。2時間後、足立。これだと政治団体として詰めていくのは難しい。ひまさん、そうっすか。足立。私が関与しなければ、盛りかけ以下になりかねない。永田町に飛び火しなければ、まあ仕方ないで終わり。自己アピールと火消しに走る。永田町に飛び火しなければ終わりです。ひまさん、ここがわからないから、こういう資料出してって言われたら、追加で出したのにと。ネットの反応です。問題があるなら対応すればいいじゃないですか。資料渡して2時間でダメ出ししたんでしょ。まともに読んだかすら怪しいんだよ。本気で調べる気があったなら、ここの点を詳しく知りたいので、別資料ありますかとか、やりとりあると思うけど。ああ、わかった。足立はどんな証拠を持ってるのか、探るのが目的だな。盛りかけと同じようにならないのって、どういう意味ですか。こうなる気はしてた。公金中中に触れられたくないから、ごまかして火消しに走ってるんですかね。最初からやる気なかったよ。私が関与しなければは失笑レベル。調べる気もなく適当に関わったふりして事態を隠蔽したいだけ。維新に期待することの愚かさのぐらいで、ね、足立さんの常でえらい中途半端。その晩の19日の夜の、足立生放送にて、私ほどこの問題を真剣に勉強している議員はいない。なんか2時間で突っ返してきたっていうんですよね、膨大な資料。だから、ひまそらあかねの応援者は自分を応援しろ。特化好きだな。コラボ問題なんかのせいで国会が荒れるかもしれない。盛りかけみたいに無駄になるかも。盛りかけみたいにですね、根拠のない疑惑は深まったで、時間無駄にすっかもって言ってますね。牽制ですかね。盛りかけのせいで日本の国益が損なわれた。盛りかけは二度とあってはならない。まあコラボとか若草の問題も盛りかけと一緒で疑惑は深まったってことなんじゃないか。NPO 法人と一般社団法人の何が悪いかをきちんと説明してくれず、コラボが悪いってレベルが低いんですよ。ドヤ顔。呆れたひまさん、足立をブロック。ネットの反応。困窮者自立支援にもっと政治的なエネルギーを注ぐべき。村木敦子が参加している厚労委員会でこんな発信してるから、もともとあっち側なんじゃない。最初からそのつもりで首突っ込んできたんですよ。今日は加えて府省の幹部人事が公表されましたが、厚労省は村木敦子局長が次官に昇格。良い人事だと思います。単なるダル絡みと思ったら、本件に関してガチなタックスイーター側で草。当事者だった村木敦子を褒めたたえていた。足立が村木敦子を称賛しまくって偉大な大先輩って語っている時点で、これ大先輩って官僚の大先輩。足立議員元は経産省の官僚だったそうであります。足立議員普通にど真ん中の関係者で草生える。足立議員と村木敦子、東大の源太雄氏っていうものかな、などが子どもの貧困、アウトリーチの重要性、孤立無業、
スネップなどなど議論してますよね。足立さんの論点ずらしたり歪償化させたりしたいよな。ど真ん中の関係者だもの。足立さん、向こう側の様子見として投入されたんだろう。足立発言要約。私もコラボに関係あるかもしれないと思って調べましたが、問題ありませんでした。これを国会に持ち込むのは、盛りかけ同様意味がないので、やめてください。結局は生放送30分か1時間喋って、これを言っていたということであります。盛りかけと同じことだから、皆さん静かにしましょうねっていう火消し。国会議員が、全員が無関心って言ってなかった？その前提でなんで国会が荒れるんだよ。関心ないなら荒れないよね。というさらに足立議員の双子の兄が障害者支援 NPO 代表ということも判明しておりました。足立議員の双子の兄も NPO やってんなら村木敦子や奥田智氏絡みで全 NPO にも疑惑の目向けられてんだから、足立議員の動きもこうもあれだと変に邪推したくなるな。っていうかまるっきりそうなんじゃないの。足立議員が近寄ってきたのはスパイ目的、火消し目的だったと。元から村木敦子側だったと。お兄さんもあれだし、あとね、厚労委員会でもなんか民間の団体の流す金増やそうとしてる。補助金事業の会計はどこもずさんだし、だからコラボの問題突っかかるとこれ問題にしなくちゃいけないから無理らしいみたいなこと言ってたんですけども、そっか、兄ちゃんの NPO も怪しいんだな。税金の使い方を見張る野党議員にあるまじき発言してたが、お兄さんの団体でずさんが当然って思ったんだな。これ多分どこもずさんっていう頃にはお兄さんの団体もずさんなんだよね、きっとね。出なきゃどこもって言わないもんね。民間団体に流す金を増やそう議連にも参加しているそうであります。つまりですね、本来ならば行政がやるべき事業をですね、民間に受け負わして金だけやって知らんぷりっていう、そういうのを増やそう。お兄さんの法人は N3 っていう名前であると判明しました。ここに税金がいくら入ってんだか、赤い羽からいくらいってんだか、今後掘りまくられるんでしょうな。有志により明日には全部判明してるはずだよなって思ったら、とっくにもう掘られてました仕事早いなおい。こちらがその書類なんですけれども、村木敦子が作った障害者自立支援法に基づいて2021年は約1億5000万の補助金受けてました。足立兄の団体なんですけどね、訓練給付金で5298万8132円、就労支援で9880万8856円、合計約1億5000万ですね。だからコラボ掘ったら他全部を問題にしなくちゃならなくなっちゃうって言ってたんだな。ひまさんがやってること少しでも知ってたらね、村木用語、コラボ用語なんて大やけど、激怒確定でできないもんね。ガチガチの当事者だったんですね、足立議員ってね。向こう側のプレイヤーやんけね。ひまさんの動機はね、こういうことしてる動機はね、宇崎ちゃん温泉娘を燃やそうとしたコラボの文化破壊はけしからんと、全部潰す、周辺も全部潰す、で調べ始めたら金の問題が山ほど出てきて、結果的に赤い羽や村木敦子や困難女性支援法まで到達したって構図なんですよ。元はですね、気に入らねえから潰すっていうのが動機であって、だからな、赤い羽は他の人に任すんで、自分はコラボとかに専念しますって宣言してたしね。私もね、漫画アニメ規制に熱心なのはパヨと外国のスパイって気がついて、党の政策に表現規制一切反対を掲げております。漫画アニメの表現規制したがるのはパヨか外国のスパイであると、日本のイメージアップ、日本の国力増大が嫌だから、あと妬ましいっていうのもありますね。そんでなくても共産党を選挙応援したりね、北朝鮮スパイで逮捕者出してる韓国の慰安婦団体に寄付してたコラボは子孫のためにただただ潰したい私の動機は。
ただただ潰したい。金の問題がなくても潰したい。何癖でも嫌がらせも何でもいいから潰したいっていうのが本音、私の。日本の敵だから。日本と日本人の敵、子孫に残したくないもの。NHK と一緒で。とうとう私も脅迫リスト入りしとりました。これ見つけて教えてくれた人がいいんですけど、靴沢。なんかね、方法はよく切れる包丁で刺し殺す。なんか日本語変なんだよな。我々とパヨは使用言語が違う説の通りですね。村木厚子、6月をもって伊藤忠の取締役を解任。現役の官僚じゃないの？村木厚子さんって。今引退したのかな？現役の官僚だったら、民間企業の、なんか働けない、副業禁止じゃなかったっけな。今はもう卒業してんのか？ネットの話、わかりやすすぎ。逃げる逃げる。タイミング良すぎる。逃げ自宅始めたのか？糸中が切ったのか？しれっと外された。トカゲの尻尾切りですかね？このフットワークの軽さは、軽さは逆に怖い。もともといらない人材だったということ。糸中すごいな。早速損切り。タイミング良すぎるが、もともとの人気だったって可能性もありますね。糸中の役員だったとは知りませんでした。まるでですね、振り向けば村木。どこにでも出没しんね。JR 貨物もですね、赤い羽コラボ事業中止してたし、どんくさい行政、公務員、役所の職員とか、議員と違ってですね、企業は情報に敏感ってことですかね。1月20日時点でコラボ問題のまとめであります。夢にゃん、情緒不安定。これ、ニート無能ね。振り向けば村木。全くどこにでも嫌がる。足立議員は中中側だった。ひまさんの原初の動機にご理解を。ひまさんの動機。なんでこれやってんだっていう動機にご理解を。共産党を応援し慰安婦団体に寄付するコラボは何の問題がなくても潰したい私。漫画アニメを規制したい奴は日本と日本人の敵である。こんなとこですかね。まとまってないですけどね。時事通信による支持率最新調査が衝撃的。内閣支持率 26.5%、過去最低。自民246、24.6%、維新 3.6%、公明 3.4%、立憲 2.5%、過去最低。共産 1.8%、民民 1.5%、などなどですね。中でも立憲はですね、前の月、つまり12月、5.5% だったんで、半分以下になっちゃったんだって、ネットの反応です。これで岸田も一安心。そりゃ維新と共闘するなんて言い出すから。ついに 3% 来たか。自民の10分の1かよ。これで無党派にアピールできれば勝てる。なんて言ってんだから、受ける。投票率が上がれば勝てる。とかも言ってました。若者が選挙に行けば勝てる。とかも言ってました。受けますね。意味不明なことを言っており。いつも議会を妨害してるけど、自分らも死んでんな。もう野党第一党って名乗らないでくれる。じきに民民に抜かれそうと。前月は 5.5% あったそうで、維新って組むっていうのが、従来の支持者にとってよっぽど嫌だったんでしょうね。半分逃げ出しちゃった。言っとくけど、維新ってそんな右じゃないですからね。宗男のロシアラブ発言もスルーして、党は止めねえし、ちょっとおとなくしてないなんて言わねえし、兄が税金中中の足立議員もおるし、立憲共産社民令和の支持率合計が 5.1% だったみたいであります。自民の5分の1。ねえ、それでなんで、あんなでかい顔して威張れんのか謎なんですよね。野党が脅威じゃないと好き放題増税されちゃって嫌なんですけどね。自民がダメなのは野党がダミすぎて選挙で選択肢ないからですよね。適当やってても選挙で当選できるって言ったらそれは適当やっちゃうよ。佐藤正久参議院議員、人民軍の台湾侵略は早くて来年、遅くて2027年開始。
だそうであります。なんかあの本を出版したらしくてですね、なんかそういうソースでも情報でも得てるんでしょうか、ネットなんです。前々から2027年頃とは言われてるような、金平って4期もやるつもりなのか、王朝政治に戻って主席も世襲になったりして、ロシアが終わらないうちに始まるときつい、習近平が自分に残された時間が少ないと焦って開戦、ウクライナ侵攻が少なくても24年まで続くって見立てな、来年までは続いちゃうウクライナが、ウクライナ終わっちゃうとちょっと手出しにくくなりますね、世界の目が集中しちゃって、2024年の台湾総統選が鍵になる、その前にロシアをできるだけぶったたいておかないと、ぬくぬく暮らしていられるのも今のうちか、私が聞いた話なんですけど、これね、あの話半分に聞いてください、2024年来年人民軍が台湾侵略開始、世界中からソース感、経済制裁で人民の暮らしは地に落ちる、もちろん侵略はうまくいかず、ウクライナのごとく一進一退を繰り返してグダグダする、2026年、膠着状況を打開したい、米軍基地を何とかしたいって人民軍が沖縄近海に艦隊を展開し沖縄をよこせと言ってくる、日本人ぶち切れ戦うことを決意する、米国が応援するで、声かけてくれたんで、ますます士気が上がって開戦反対の声は押しつぶされる、9条は廃止されていないが、ガチ有事にそんなもの気にする人もいない。普通に戦争を始める。日中戦争は日本の先制攻撃で開始。報復で沖縄と九州にミサイル攻撃されて被害が出るが、ただし核ミサイルではない。これでますます日本人激高。海自の潜水艦が大活躍する。米軍はほどほどに活躍する、戦争は終結する、年あの何年になるかはわからない、自衛隊は日本軍となる、これは9条廃止ってことなのかな、戦争の敗北とともに中国共産党は消滅、朝鮮半島全体を一時期、人民軍が占領するが中共消滅で、撤退する、そこにロシア軍が入ってきて、ロシア領になる、ロシアの領土になる、朝鮮半島全体が、38度線は消滅し、南北は結果的に統一される、よかったねという、これが緻密な調査に基づく角度の高い推測なのかただの予言なのかわかりません、話半分に聞いといてください、9条も気にしなくなるぐらいだし、スパイ防止法がないってことも気にしなくなって、怪しい奴ら丸出しの奴らは続々逮捕されるんでしょうね、林法政はどうすんのか、松下新平はどうすんのか、中共亡き後のアジアのスーパーパワーはインドになるそうであります、戦後日本の国際社会の待遇は今よりマシになる、中共北朝鮮韓国消滅の影響を推測します、ソ連民団消滅する、韓国大使館もなくなる、慰安婦募集校、植民地支配がって騒ぐやついなくなる、反原発いなくなる、九条信者いなくなる、日本共産党、戦中に多数の逮捕者が出て一人も当選させることができずひっそりと終了する、同時に中核派核丸派も終了する、もともと共産党中核派核丸派と放送系の労組建設系の労組の、集合体である総係は高齢化で時間の問題だった、消滅が、仕切りの文と高田健も78歳だし、中核派の消滅で令和新選組も消滅する、関西生コンっていうのは建設系労働組合で総係の一員でありますけれども、母体が中核派の令和と元旦から仲良く活動しておりました、画像をいただきました、これ場所はどこかっていうと元旦から大阪府警の前で騒いでた、何やってんだかな、多分逮捕された関西生コンのメンバーの
釈放でも叫んでたんでしょうか、不当逮捕だーかなんか言って、元旦から他にやることなかったのかいう感じなんですけれども、まあまあ、こういう予想。まあ、話半分に聞いといてください。来年から、世界が変わる、激変する。2027年まで。という感じ。欠席を続ける N 党ガーシー参議に対し、このままでは参院の汚点となる。懲罰すべし。という声を受け、1月20日、今日ですね。今日、参院運営委員会理事会で対応を協議する方針だそうであります。ネットの反応です。今はまだ汚点じゃないとでも、もう汚点だよね。まあそうなるのよ。そうなるよな。そうなるよな。3月帰国ってのも嘘くせえ。なんだかんだ理由つけて3月にも帰ってこないよ。なんで議員になったんだかわかんない人。今後の流れなんですけど、1月23日、国会収集にも、召集にも来ない。すでにある懲罰委員会審議が決定する。もう懲罰委員会って設置されてるそうであります。上会なんだって。選挙が終わった後すぐ組み直されてあるんだって。本人の不在のまま進められ、除名が妥当って結果が出ると。本会議にかけられ、採決。圧倒的多数の賛成で除名が決定。反対は浜田議員のみ。ひょっとすると浜田議員も賛成ってすっかもしんねえ。議員懲罰の種類、無罪、議長に公開で怒られる、公開で謝罪と発言を取り消す、期間を決めて謹慎、1ヶ月間議会に出てきちゃダメみたいな、次が除名、失職ですね、議員失職。私も懲罰委員会に限られたんでこの辺は詳しいです。議員失職で逮捕状が出る、パスポートの効力が停止し、ドバイは不法滞在ってなる、国際指名手配される、ドバイ警察が動いて身柄を拘束し強制送還される、犯人引き渡し条約をドバイとは結んでないんですけれども、国際指名手配されたらドバイ警察も動かざるを得ない、という、らしいです。逮捕状が出る前に観念して帰国して警察に行って任意聴取を受けるからの、検事調べ、知見聴取、検事がじぎじぎに調べ、検事が起訴しますってことになったら、この間ですね、逮捕されて留置所から取り調べに通うのか、自宅から通うのかは不明であります。逃亡の恐れありとか証拠隠滅の恐れありって判断された場合は拘留されます。逮捕、警察での取り調べも留置所から通うようになる。約3回。地検に行って、バスで揺られて、地検に行って、1日かけて、検事に直々に調べられるのが3回ぐらい。ですね。拘留された場合、裁判には、拘置所から通うことになる。これね、起訴が決まると、留置所から拘置所に移されます。東京拘置所に移されて、かりんとうとか買えるようになるよ。留置所じゃ買えねえけど、というような流れですね。なんでこんなによく知っているんだっていう話なんですけども、まあ私も入ったことありますからね。まあガーシーはどうでもいいや。共犯で立花が取られるといいな、執行猶予を消滅してぶち込まれるといいななんてちょっと期待しておりますけれども、なんと足立議員もグルだった。世の中何も信じられませんね、本当にね。あとただただぶっ潰したい。気に入らねえから。っていう、ひまさんとか、私の、あいつら日本人の敵だから。ぶっ潰したい。何癖つけてでも。っていう、横島の動機も、ご理解していただきたいということでね。メール党員さん、大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。